どうも、シュータです。さあ、今回もですね、ウィルアプリ実況やっていこうと思うんですけど、さあ、レートの方がですね、1973まで来ましたね。まあまあまあ、前回動画上げたのが、2日前、1日前かな？で、まあ、1920とか30ぐらいだったかな？ちょっと覚えてないですけど、まあまあまあ、上がったということで、まあ、ランキングの方もですね、今のところ21位と、まあ、かなり上まで来ましたね。で、まあ、そんなところで、シュート一体どんなスカットを使ってるんだと、前上げてたドミンゲス、まだ使ってんのかっていう話なんですけど、使ってません。まあ、多分皆さんの予想通りだろうなとは思うんですけれども、まあ、チェレフチェンコに戻しましたね。で、まあ、前線、頂点にルンメニゲを入れました。まあ、一度頂点ルンメニゲめちゃくちゃいいっていう動画出したと思うんですけども、まあ、やっぱこの3人めちゃくちゃいいわ。もうこのトリオで、もうバンバン点決めれるし、まあ、試合履歴見ると、まあ、一つ前の試合、この勝った一個前の試合はちょっとね、引き分けちゃってるんですけど、8点決めてる試合とか、まあ、3-0、3-0とか、まあ、これはギブアップされてるのも含めですね。で、まあ、4点、5点、5点、6点、えぐくない普通に。まあ、やっぱチェレフチェンコならではの失点の数っていうのはえげつないんすけど、まあ、でもルンメニゲ強いって気づいたのも、まあ、ここ数試合の話で、まあ、今朝はこんな感じの、まあ、3トップでやってましたがね。もう今昼の、まあ、夕方5時なんですけど、最初これでやってて、いや、ルンメニゲめちゃくちゃ良くねって途中交代で入れてたんですよ。ほんとはルンメニゲめっちゃ点決めるようになったんで、まあ、スタメンで使ってみるかと思ったらスタメンでもめちゃくちゃ使えると。まあ、途中交代でも刺さる気もしますが、まあ、ちょっと今回はこれでやっていこうかなと思います。いや、ほんとぶっちゃけ今日の予定はもうちょっと早く上げて、まあ、配信で2000目指す配信やろっかなと思ったんすけど、まあ、ちょっとそれは届かずでしたね。まあ、明日、明後日に持ち越せたら、まあ、今ここで負けなかったらの話ですけど、まあ、ちょっと明後日とかに持ち越そうかなと思います。それではね、まあ、試合やっていきましょうか。まあ、単純計算で言えば、まあ、5試合で5上がりぐらいしたら1998まで行くんかな。まあ、だいたい5、6試合で行ける計算ですね。さあ、もうマッチングしちゃって、お相手さんのレートは、おー、1862と。まあ、これはかなりもらえるんじゃないですか。8、9ぐらい。9、10ぐらいもらえるかもね。じゃあ、まあ、後半はフリット、トーレス、ハーランドの3トップで行って、まあ、リュディガーここ持って行って、まあ、ちょっとフォフアナ変えて、カバク入れよっかな。カバクと、まあ、フォルランぶつけるか。はい、では対戦によろしくお願いします。さあ、もうここで負けちゃったらね、まあ、また15ぐらいは下がるかな。まあ、100ぐらい離れてたお相手さんなんで15は下がると思うんですけど、もうここで負けたらもうね、もう首切る覚悟でやりましょう。さあ、ルンメニゲ。いやー、いける。いや、強っ。でも本当ルンメニゲ強いんですよね。で、こういうとこちょっとキープして、かわす。で、こう寄せてきたらもう一回かわして、はい、ナイス！まあ、これが1980手前の落ち着きですね。もうこういうとこで落ち着き払うのがね、本当大事なんですよ。まあ、ちょっと焦ってパスとか、まあ、そのダブルタッチ、もう急いで仕掛けに行っちゃうところなんですけど、こういうとこは落ち着いて落ち着いて、一貫した一旦サイドに運んでいって、スペースを自分で前線にドリブルするスペースを作ってから仕掛ける。これが大事。もう話すの長い、講釈長いね。さあ、ここ奪わないとちょっとベッカム危ないよ。危ない。おお、ナイスキーパー。もしでもさ、今これで10上がって1983まで行ったとして、で、それで、あ、じゃあ、やばいやばいやばい。やば、うわ。いやー、ナイス。うおー、ナイス。やばい。なんちゅうディフェンスしてくれんねん。マジでありがとう。さあ、ちょっとこうカウンターさせていこう。はい、ルンメニゲ落として。あー、やばい。ちょっと取られるかも。あ、でもここ、ちょっと落ち着き払う。落ち着き払って。はい、もうボトマンに合わせたらそこはもう終わりです。ホールランで、あー、くっそ。いや、決める。あー、ちょっとダブルタッチ仕掛けていくか、ルンメニゲにして。まあ、多分ルンメニゲにする時点でね、やることはバレるでしょうけど。さあ、ラッシュ持って、はい。ルンメ出して、ルンメ一回、うわ、あ、まあ、そう、奪われない。あ、やばい、来たから、ちょっと逃がす。で、来たら、そう、他が空いてくるから、あー、くっそ取られるか。あ、そうや。1983まで、まあ、行ったとしたら、まあ、ワンチャン17上がりの人来たら、もうこの動画で達成しちゃいますからね。まあ、多分そんな人は来ないだろうし、まあ、そんな人来ても、うわ、まあ、そんな人来てもね、勝てないと思うんで、まあ、それは無理ですけど、ちょっと決められちゃいましたね。さあ、ラッシュフォードからフォルラン出して、いい開幕。いやー、くっそ、マジか。あ、やばい。これダブルタッチ来るよ。はい、メッシナイス。これカウンター行こう、カウンター行こう。あと一回あるよ。オッケー。はい、ルンメニゲ神。マジでルンメニゲ強い。ほんまにエグい。もうなんで俺使ってなかったんかわかんない。なんならバイエルン補正にしてあげてもいいぐらいかもしれんね。さあ、頑張ろう。後半、このままリードを守りきるか、それとも点をもう一点取るか。まあ、当たり前に点狙っていきますよ、と。お相手さんは4バックやんな。4-3-1-2やったよな、確か。あ、ちゃうわ。ツイドラーか。ツイドラーか。まあ、でも今の、もう時代はね、ツイドラーは、
もうそんななんで、まあ勝手に僕がそんなって思ってるだけですけど、でもさ、マジで修正入ったんかってぐらいシードラ弱くなったよね。弱くはなったんかわからんけど、なんか普通にもっと昔めちゃくちゃ強かったような出始めほんまにエグかったから、出始めっていうかもう1ヶ月ぐらいもうずっとエグかったけど、なんか最近弱いんすよね。なんか俺がなんかこう慣れてきただけかもわかんないですけど、ツイドラ相手にもうほんとツイドラを脅威に感じなくなったんですよね。ほら今ももう1点しか取られてないのに、昔だったら普通に前半もう3点ぐらいザラにあったんで取られることが、もうなんかあやばい、おーオッケーオッケーオッケー、メッシクリア、やばい、ちょクリア、オッケー、はい、ナイス。1回カカ預けて、ここため作る、はい、ルーム目、いやーくっそ、いい位置ボトマン、ナイスやわ。最近ボトマン使ってないっすね、俺も。昔っていうか1ヶ月前ぐらいはめちゃくちゃ愛用してたのに、まあまあまあ、今はこのセンターバック、フォファナとバランが、あーナイスやわそれ。ちょっとまあ危うくなってきたな。引き分けでもまあ多分3、4ぐらいはいかれ、いや4もいかれへんかな、3、2ぐらいいかれると思うんで、まあ引き分けでもそんな痛くはないんやけど、まあさすがに動画撮ってるんで勝たんとね。まあフリット、トーレス、ハーランドの3トップでいきましょう。さあ開幕まず決めたいよ。はい、フリットはもうここ抜け出させたら天下一品なんで、いやーかか、あナイス、あもうこのコンビ最高。トーレスダブタッチ、いやーさすがに入らんか。今ハーランドにパスしてあげてもよかったかもな。じゃあこの辺真ん中適当に蹴って、いやいけ、いやー惜しい、いやーちょっと今いいボールやってんけど、ちょ待って、メッシ危ない危ない、ちょ、はいメッシさん、あーメッシさんそのパスずれるか、敵に当ててくれ、無理か、おラッキーラッキーラッキー、いやーナイスキーパー。ゴールからラッシュフォードの態度だけ切っといて、はいダブルタッチ、はい狙ってる、あやばい、ちょ待って対応できひん、オッケー、まあ、ダブルタッチはもうね、もう左のフォワードの選手のダブルタッチはもう絶対に警戒しないといけないところ、やばい、もうあと3分、ステンシソ、おお、あーやっちまったよ、これやっちまったよ。はいトーレス、ハーランド、なんかハーランド消えてんなこの試合。はいフリット、ハーランド、あーわーなんで、絶対入ったと思った、うわコーナーないやん、あるわ、2分経ってるからないかなと思った、うわでももう無理やろこれ、俺コーナー下手なんやって。奥のハーランド狙うか、奥のハーランド狙って、来た来た、はあ、そういう時もある。まあ重い肩の荷が取れましたわ。対戦よろしくお願いします。いやーまあ今日はもう無理か、配信でも無理やな。ワンチャン今日も配信あるかなと思ったんやけど、ちょっと今日はいけなさそうですね、2000は。まあ、そんな軽くいけるもんだったらね、もっと早くにいけてますから。もうなんか2000、今まででやっぱ一番壁感じるわ。なんかね、1900とか1800とかって、なんかね、2020の頃の1500よりも、そんなに壁は感じなかったんですけど、まあ、1900は去年難しかったかな。でも今年1900、そんなに難しくなかったんで、2000がマジで2000がねマジで遠いんですよね。もう本当に遠く感じる。結構もう何ヶ月も頑張ってるんですけど、なかなかいけない。まあ1900もそんぐらいやったか、1800かな今作。簡単ではなかったけど、壁感じんかったんは、まあ、経験してましたからね。1800はもう去年もう嫌っていうほど経験しましたから。はいフォルランでオッケー。まあまあ前半は1対0と、まあそんなに見応えもない試合でしたけど、さあ後半はまあ5点ぐらい取れたらいいですかね。はい2試合目勝ちで、さあ上がるレートはですね、はい1でした。いやー1959か、ちょっと落ちちゃったな。お1752ね。まあ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 200差ということで、まあそこそこもらえるんじゃないかな。まあお相手さんは多分まあリンフットとかなんで、まあリュディガーとクリバリとスアレス当てに行こうかな。まあ他はもうそのままで、まあこの感じで行きましょう。はいでは対戦よろしくお願いいたします。さあまあ本日ラストの試合ですね。まあこの動画の趣旨はやっぱラッシュフォード、ルンメニゲ、フォルランのこのトリオ、これが最強っていうのを、あーそう、この3人をもっと見したいんで、まああんなね、もうスーパーサブで点取ろうが、もうそれは関係ないっす。さあロブソン拾って、はいラッシュ、ナイス、ラッシュ反転、はいルンメ、ナイス、うわーマジかよ、ライカルト、足伸びるね。やばい、ここはあんま出すぎない。おー、クリバリナイス。あ、クリバリとラッシュフォード戦ってるわ。まあ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 、それでいいや。はいルンメ逃げ、カカ、一旦こっちの、はいルンメ逃げ。あー神、あー素晴らしい。
します。これが一番強い。もう走らせといて、もうそこにスルーパス出してあげる。もうこれが一番。もうためを作りましょう、皆さん。あ、やばい。そんなこと言ってたら、ちょっと危ない。ちょっと危ない。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 ナイス。いや、スアレス使うの、ワイツさん分かってますね。スアレスマジで強いからな。俺もね、たまに気分次第ではめちゃくちゃ使うんで。てかね、使ったら、大体活躍してくれるし、レート下がるイメージがないんよな、あんまスアレス使って。じゃあ、スアレス使えばよくねって話ですけどね。いや、もったいないことした。あ、やばい。しかもやばい。うわー、そこのフラパスはマジで天才。でもそう、ワイツさんに感心してる場合じゃないのよな。もうちょっとパスミス減らして、まあ、レートを僕は上げないといけない。ワイツさんの技術はもう知らない。まあ、ちょっと危ういな。でも硬い試合ですね。いい試合。さあ、開幕狙っていきたい。ベッカム。はい、フォルランからまたベッカム出して。あ、ラッシュ開いた。あ、完璧。で、これルンメ逃げて、オッケー。いや、素晴らしい。いや、まあ、開幕ですけどね。まあ、ベッカムのパスが、まあ、冴え渡ってたかなと思います。さあ、ベッカム、拾いたい。うわ、マジか。やばい。ちょっと待って。あかん。ファール？ファール？うわ、マジか。今のファールか。ちょっと厳しい判定やな。さすがに決められるよね。さあ、ロブソン、ナイス。ここはラッシュで、はい、ルンメ。いやー、くっそ。寄せがもう、リンクと枚数がマジで多い。もう5バックとやりたくねー。はい、ラッシュ。あ、アポレラン、ナイス。マジ神。もうその動き出し神すぎ。はい、運んで、はい、かわして、ふざけてない、それは。さすがにふざけてない。めちゃくちゃゆるーくやったし、しっかりアウトスピンで今回入れたしさ、それはちょけてないねえ。ねえ。いや、もうちょっとこの3人の得点力見せたかったのに、もうさすがに交代させるか。もうちょっとスタミナがあれっすもんね。ちょ、待って、そこでのメッシはマジで怖い。さあ、ここは取れる。いや、交代する前に、この3人で1点取りたい。フォルラン。いやー、ファールない。ないか。さあ、ベッカムナイスカット。ラッシュで落として、プカン。プカン。あー、気持ちいい。いやー、最後に見せれてよかったね。じゃあ、まあ、トーレスとイサクと、まあ、フリット入れるか。と、まあ、ごちゃごちゃしてたけど、まあまあまあ、許してあげましょう。さあ、こっからあとは守り切るだけ。あと15分。15分守り切ろう。もう、ガン引きでいきます。嘘ですけどね。いや、ちょっと待って。おー、ぶねー、オフサイドか。マジ、ギリギリのオフサイドでしたね。さあ、リュディガーから、はい、ベッカムつけて、はい、立って、イサク、はい、トーレス、さあ、トーレスちょっとね、スタメン下ろされたんで、この辺でちょっといいプレーを見せていただきたいんですけど、まあ言うて強いですけどね。さあ、フリット。いや、フリット、フリット、バケモン。うわー、進んかい。もうここは落ち着いて、もうリュディガーにつけて、おお、危ない危ない。はい、しっかりつないでいく、しっかりつないでいく。はい、カッカー、ロブソン、はい、立って、フリット開いた。はい、ワンツー、はい、ワンツー。いや、素晴らしい。フリットもう一回。いや、神イサク、イサク、なん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 。すいません、ふざけすぎました。対戦ありがとうございました。え、まだ終わらんの？え、うせやん、うせやん、うせやん。え、いや、絶対終わるやつやって。え、ちょっと待って、危ない。ちょ終われ。よしまあちょっと下がっちゃったけど、まあ明日明後日、まあ2戦目指せる配信をまあできたらいいかなと思っております。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。